こんにちは、ココです。今日はノードグリーンさんからアクセサリーが発売されたということで、そちらを紹介してみたいと思います。ノードグリーンさんといえば腕時計のブランドなんですけど、今までもいくつかね、腕時計の紹介をさせていただきました。とてもシンプルなデザインなんですけど、よくよく見ると細部にいろんなこだわりがあったりして、とてもね、なんだろう、デザイン性があって美しいなと思って使ってめちゃくちゃ使ってます。結構こっちをすごい、なんだろう、常につけてるんですけど、いろんな人にこれどこのブランドって聞かれることが多いです。こっちはなんかね、レザーをね、ちょっと色違いのものを買って付け替えて、茶色とかに秋なのでして使いたいなって最近思ってます。そんなノードグリーンさんなんですけど、もともとね、もともとっていうかデザイン性がすごく高くて、なんだろう、このラインとかに対するこだわりみたいなのをめちゃくちゃ感じるので、そこが好きな場所でもあったんですけど、そのノードグリーンさんがアクセサリーを発売したということで、とても楽しみです。で、今回も結構ノードグリーンさんはコンセプトにすごく、なんだろう、意味を込めていて、でそれをなんか知った上でまた見てみると、確かにそうだなって思うのがすごく面白いところなんですけど、今回もゴリゴリのコンセプトがあって、それを紹介しつつ私が選んだものを紹介してみたいと思います。ざっくりと大きく3つのコンセプトがあって、地球、海、都会っていうコンセプトなんですよ。で、それぞれに地球の中にテラと海、海の中にブリンナとメガラで、都会の中にアメリアとエドモンドっていう、またコンセプトがまたさらに分かれるんですけど、大きくは3つのコンセプトで今回のアクセサリーがデザインされてます。地球の中のテラは、スモーキークォーツを使っているらしくて、スモーキークォーツは体と大地のエネルギーに適した石と言われているらしいです。真ん中にあるのは人工ダイヤが使われているそうです。人工でダイヤって作れるのか。そして貝は溶岩石とかブロンズ石が使われているらしいんですけど、確かによく見るとなんか溶岩みたいにも見えますよね。結構これはメンズっぽいなと思って、こうさりげなく男性がつけてもおしゃれなブレスレットだなと思います。そして海はね、めちゃくちゃ海っぽいなと思います。これはすごく女性的なデザインだなと思うんですけど、グリンナは水滴をイメージしたデザインらしいです。こちらも人工ダイヤが使われてますね。本当にそのまんま水滴みたいに見えますね。でも結構厚みを感じるので、なんかこう平面的な 水滴っていうよりは、なんかポタッとした水滴をイメージさせます。で、メガラは逆にこう絵で描いたような水滴ですね。こちらは天然の真珠、マザーオパールが使われているらしいです。真ん中ががっつりの貝ですね、真珠が使われていて、より海っぽいイメージを連想します。なんかこれ迷ったんですよね、この貝が使われてるやつ。結構なんだろう、タイでよくこういう貝のもの、小物とかがお土産屋さんで売ってて、結構貝のやつ好きで、これはすごく迷いました。そして都会の中のアメリアは、これは私が選んだものなんですけど、なんか私パッと見でこれなんか扇風機みたいだなと思ったんですよ。で、なんか最初これ扇風機をイメージしてるのかなと思ったんですけど、よくよく見たらなんかこうやって2枚が重なってるんですよ。これサシャなんかなって思ったんですけど、なんか何回も見るうちにすごいなんかこれに惹かれて、これを私は選びました。こちらも真ん中に人工ダイヤがついてるんですけど、都会っていうのはどんなあれなんだろう、まあ、都会っぽいって言えば都会っぽいけど、機械的なあれなのかな、こういうのなんていうのかな、なんかでもなんとなくすごい心惹かれましたね。で、エドマンドは主に男性向けのブレスレットで、
マグネットタイプの留め金でこう付け外しがしやすいようになっているそうです。シンプルな、これ紐なのかな、紐っぽいんですけど、こちらも普段使いにねめちゃくちゃ使いやすそうですよねという感じの3種類のコンセプトになっております。ということで私が選んだブレスレットアメリアというものを紹介してみたいと思います。こんな感じで入っておりました。本当にねパッと見マジで扇風機なのかなって思ったんですけど、なんかだんだん見てるうちに引き込まれるんですよねこのデザイン。何なんだろう、すごい不思議で、だけどなんか見たことがあるような感じはするんですよね。でこうなんか二重になってて、すごい、ね、サンドイッチされてて、横と横がってなんか止められてるんですよ。この隙間とかにもすごい魅力を感じるんですけど、アメリアは日常のファッションに溶け込むようにデザインされたブレスレットで、建築物のような幾何学模様が特徴的で、どんなファッションと合わせても手元が華やかにまとまりますっていうものらしいんですよね。本当にその通りで、私普段あんまりブレスレットつけたことがないのでつけ慣れてないんですけど、よいしょ、こんな感じです。なんか目を引きますよね。これなんなんってなって、なんかパッて興味が引くっていうのかな、なんかすごい惹かれました。で真ん中に人工のねダイヤモンドが埋め込まれているそうです。とっても惜しい。そしてこれのすごいところは、この素材がリサイクルステンレススチールを 46% 使用しているらしいんですよ。なので半分ぐらいはリサイクルされた素材を使っている。そしてペンダント部分は 90% リサイクルらしいんですよ。もうこれほとんどもうリサイクル商品なんですよね。全然そういう感じには見えないんですけど、とてもなんか近代的なデザインと、そのなんかリサイクルされてるっていう素材原材料の割合とかが、なんだろう、革新的な新しさを感じますよね。今回この商品の撮影するときにかなりこう形とかを写したくて、ちょっとねなんか美術っぽい雰囲気みたいな感じで動画を撮ってみたんですけど、このノードグリーンさんのデザイナーを務めているのがヤコブ・ワグナーさんという、デンマークのデザイナーの方なんですけど、彼はニューヨーク近代美術館に常設展を持ってるほど結構近代美術の巨匠と呼ばれてる方なんですよね。で、まあ、なんかすごいこう直感的なデザインセンスはもちろんのことを、作品というか製品にすごいなコンセプトとか意味を込めるあたりが近代美術っぽいなって思っていて、その辺がね面白いところであり好きな点なんですよね。で彼のデザインに対する哲学みたいなものとしては、日常のライフスタイルに溶け込むとか、あとは人と製品が一体化するみたいな、そういうマッチする感覚をすごいデザインをする上での理念として持っているそうです。なのでこちらはなんかコンセプトは都会っていうコンセプトであり、幾何学的なちょっと建築っぽいこういうデザインではありながら、すごいなんか人体に馴染む感じっていうのかな、なんかすごい一体化する感覚があって、なのになんか人工のダイヤモンドを使っていてなのになんかなんだろう、リサイクルされた素材を使っているっていう、なんかすごいなんかマッチの仕方が面白いなと思って、今回は動画をなんかちょっと美術っぽい感じで撮ってみました。ノードグリーンさんの製品は製品のね一部がリサイクル素材が使われていたり、あとは梱包する素材をリサイクル素材を使用したり、あと配送するときに出る排気ガスと同じ量の CO2 を吸収する量の木を植えたりとか、いろいろなね環境に配慮した活動も行っていますし、あ
とはね、3つの慈善団体に購入した代金の一部を寄付できる仕組みがあって、質の高い教育を提供したり、清潔な飲料水を提供したり、熱帯雨林を保護したりという3つのね、慈善団体の中から選んで購入した代金の一部を寄付できるような仕組みがあります。なのでとてもこの地球環境の持続可能性みたいなものを大きなテーマとして掲げていて、彼のその製品と人が一体化するっていう理念はもしかしてめちゃくちゃ深くて、人間も自然環境と一体化するというか調和するっていうのも含まれているのかなと思いました。製品って結構生産者と販売者と消費者みたいな感じで切り離されがちじゃないですか。配送会社は配送会社だしみたいな感じで、自分のできる範囲ってかなりこう切り取られた一部になってる気がするんですけど、ノードグリーンさんの場合は作るところから配送されて手元に届いて、それを使った後もリサイクルをしたりっていう循環をすごく作っていて、消費者っていう立場でありながら、その生産の過程とかも知ることができるし、考えることができるし、そこにこう参加することができるっていう、もう全体的な調和みたいなものがデザインされているのかなと思って、すごく魅力的なブランドだなと思っております。そして最後にお知らせです。ノードグリーンさんで11月の14日から28日の間にブラックフライデーセールが開催されるそうです。ブラックフライデーセールでは製品が最大 40% 引きになるそうです。そして今回クーポンコードいただきました。コッコ COCCCO って入れていただくと、そこからさらに 15% オフで購入できるそうなので、気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。今回ブレスレット紹介しましたけど、こちら9100円でした。ここからさらに割引になるので、かなりお手頃に購入できると思います。ピアスとかネックレスとかいろんなものがあるので、デザインは一緒なんですけど、これのピアスとかこれのネックレスとかいろんな種類があるので、ぜひ、ね、チェックしてみてください。これからクリスマスシーズンだったり、いろいろイベントがあるので、プレゼントとかにも、ね、すごいいいと思います。レディースメンズそれぞれあるので、お揃いだったり、気になった方は見てみてください。お会い